Entonces, muy cate, muy co. Ni que no te entonces, una calle, una de época, sigo rota, calle, Corea, ¿vale? Se pone en la cara Corea, me escucha un poco, si no me escucha, ¿no? Cambio de gente, ¿no? Se llama, se llama. Un chanto, la chichi, ¿vale? Sin pasión. なんか乳首めっちゃ乳首めっちゃ出なさそう。やばい。下もちょっと、ちょっとリベートこんな感じかなって思って、これがもう多いんですよ。で、例えば、こんなね、彼女でも、彼女でも怒る。でも彼女でもない人に、後ろに、ってふざけて叩かない。パラッと。いやー、それ小学生やからね。発達しよう。怒られる。差別そういうふうに怒られて、差別じゃないからね、こんなことしたら。発達しやねんかって言われても、差別じゃん。あかんねんさ。まっさらしちゃうからって言われても、発達しやねんかって言われても。で、結局その、これはね、本当に、デザイン重視の、とりあえずプールサイドよって感じ。で、まあ、困難のハプニングもそうやけど、サムに女の子の実は成り上がりすぎて、男の子と一緒にいた時にね、うっかりして忘れたりそうな子みたいな。落ちてきてるかと。で、今みたいにね、多分、あったとしても、そういうの勝手に外れるからこんなもん。ね、男の子いいかもしれない。それぐらいお役に向かへん。これもお役に向かへんけど、これもね。ちょっと、体操っぽい色合いでした。こんな感じ。下もね、スカートも持ってるはずやから。デザインですね。そういう時に、今のスカート長くなって、デザイン長い、ちょっと、しないからね。スカートベースも。その、こういったところね、その、こんなのね、こういうふうに盛り上がるでしょ。向こうは、あ、今見てるって気が、あ、ちょっと待ってな。今見てるって気がついてるからね。なんかこれちょっと、水着っぽくない。今こんなん言ってたら、まあ、話ですけど、ね、これはちょっと、なんかお店っぽい感じだったけど、お店っぽい。見せたいって言うと今度奥さんに出していくのかな、それ結構そのセクシーというかトカゲというか小学生ですね、そんな一番思っても言わないこと、どうしても痛かったらベッドにしてくれってください。トカゲみたいなセクシーな人といったら必要なそのベッドにしてくれって、ちゃんとナンパしないさんからついにナンパ断るから、そんな。ダメだったら。その時、諦めて、すごく追いすがったから。ね、すごく追いすがるのが一番。とにかく、振られる経験を増やすこと。で、ナンパ失敗する経験をたくさん作ってください。女の子はね、ナンパ、逆な。ちょっとノーコメント。なんでかって、もう、ありとあらゆるケースがあるのと、あと、なんかどうなんの、まあ、言わないようなことを聞きたいな。だからね、さっきにちょっとコメントです。で、これ、その商売系って言ったら、どんどん知らんもん、実は。この自社で言わ
にはなぜ使われるのか知らないの。最近知ってるかしら。いろんなコミックがあったね。で、今まあコロナでしょ。よかったでしょ。で、これ女の子がポンの機械とかするのこのこういうタイプじゃなくてね、これならこれでしょ。さっき着てたような感じのアプリひたすらブルーまあ似合うね。また例えばしてしまったどうせこんなの人に聞けないんだからね。あと、さっき言ったこれ。あ、これ髪の毛。バラッと待っちゃったね。まあこれはまあ、割と安全ですけど、まだね。本当にこと男子ね。男子は。いつも男子来ないで、男子来ておかしいんだよ。それからして、おう、あん、ちょっと待ってください。びっくりした。だから、顔に当たらないよね。ここに当たらないよね。絶対当たるから。気がさってるから着せたって、いやらしく着せるのかな、知識さんなんかかっこいいねマストローラーが動くかなだとしましょうあ、サンキューってなるからで、知らん、どんな場合は警戒するのかなこれ、ナンパの、あの、導入部分になってそうなんですよ、絶対思うから大体ナンパされに行ってるからって思うのナンパされたい時、女はやっぱりナンパが違和感ないとかだからね。ナンパの違和感とかに絶対ナンパされにいかへんから。だから、男の人がナンパしたいときは、競争相手多くても、ナンパが全然違和感ないとこだからか。こんなとこでナンパするやつに見えるから、男子は絶対女に断らない。こんなとこでナンパってはっきり言ってくれると思うけど。そうなんだよ。しつこいんですってわかる。ナンパの場所決まってるから。それいつだってあかんねん。逆にそのナンパが当たり前でナンパしたかって誰が咎めるんですか絶対咎めないそこを咎める人はさそういうナンパのベッドを潰してくださいっていうのは政治を始めたからねいやその人も次票を稼がれんだってな何言うのなんで自分で考えて仕事そのとおり使ってる。